カウントします。はい、ワン、ツー、スリー、ツー、はい。お疲れ様です。今日は5月8日です、はい、オンラインレッスンやっていきます。いやーちょっとね、オンラインレッスンでやる曲をですね、まあ、リクエストがあった曲なんですけど、ちょっと解読してたんですけど、ブートレッグ的な音源で全く何弾いてるか分かんないみたいな音質だったんで、聞き取れる範囲でとりあえず譜面を作りまして、であとは空気読んで、多分こうだよなみたいな、このメロディーだったらこっちじゃないとか、2番の方を聞いて、ああこっち Dm 行ってるかもなみたいな感じで、なんとか形にしました。ただこれね、カポの位置とかはちょっと若干怪しいですね。もしかしたら半音下げで違う位置のカポかもしれないんだけど、そこまでなんかこれは音質がもうなんていうか分かんない感じなんで、とりあえず1カポレギュラーの方でやってみてって言ってみようかな。はい、で今日は1日レッスンでございます。結構入ってますよ。なのであんまり動画的に何も起きない日になりそうな気がする。散歩も行けるかなっていう感じで、まあ行けたとしてもレッスンが全部終わって夕方からですね、6時半7時ぐらいからかな、行けたとして。一応ねスケジュール上6時半からになってますが、朝からやってる動画の編集がですねまだ終わってないんですよ。まあいつものことですよね。午前中で終わらせるつもりが終わんないっていうね。もうちょっとまでは来てるよ。なのでウォーキング行けたとしても暗くなってからかな。もう暗くなってるタイミングだとね、動画にもしづらいんですよね。絵的にさ、もう真っ暗じゃん。もうその時点で、もう今日は終了しようみたいになっちゃうんだよね。はーい、どうもこんにちは。解読しました。終わりました。でこのあとねすぐセツさんが来るんで急いで準備します。
はい、レッスンが今3つ終わりました。で、今ちょっと空いたんでご飯食べようと思うんですけど、今来た生徒さんからまた差し入れをいただきまして、たけのこご飯でございます。いやー、ありがとうございます。テンション上がるね。たけのこご飯とかすごいいいよね。なんか今のなんつうの、季節のやつじゃないですか。いやー、ちょっといただきましょう。チンした方がいいよね。チンしましょう。あ、そういえばね、昨日、はい、こちらね、ヨーグルトのサワークリーム作ったんですけど、いつもはコーヒーフィルターを通して水分を落としてるんですよ。で、昨日はザルにキッチンペーパーでやったんですけど、キッチンペーパーね、よっぽど丈夫なやつじゃないと破れちゃって、こう移すときに結構大変だったんですよ。よくないね。っていうか、コーヒーフィルターがいいです。やはりやるんだったら、一発でザルでこういけたから、あ、楽でいいやって思ったけど、コーヒーフィルターじゃないとなんかね、水分も落ちてない。なんかちょっと水っぽいの、これ。いやー、嬉しいな、たけのこご飯。あ、すげえいい匂いしてる。美味しそうです。いやー、ありがとうございます。半分残しておきますね。はい。そして豚汁です。ま、なんかこの差し入れ持ってきてくれた生徒さんがですね、ここに来る前にカラオケ館でギターの練習をこう1時間ぐらいしてから来ようと思っただよっていう話 で行ってみたらもうお休みだったみたいです。このやっぱ緊急事態宣言で休業で、もう一個別の店舗に行ってもそっちもお休みだったみたいです。1時間時間潰してから来ましたって言ってた。ね、どうなっちゃうんでしょうね。いただきます。うん、あー、おいしい。いいですね、たけのこご飯。うん、ま、そして豚汁です。いや、最強じゃないこの組み合わせ。あ、うまいでしょこれは。合うでしょ。そしてまたたけのこご飯。うまい。お、じゃあちょっと私この無限ループやってきます。はい、ご飯いただきました。美味しかった。で、次の生徒さんが来るまでちょっと今空きがありますんで、まだ時間が、この間にですね、先ほどの生徒さんのちょっと動画をね撮っておきます。来週ね、一緒にこの曲やって動画に収めましょうっていう練習の成果をね、一応記録しておきましょうっていう目標がありますので、その練習のための動画です。なんかね、デュエットの曲なんですよ。それをやってて、お互いのパートがこう独立してるやつ。まあ譜面を読みましょうっていう、こうサイトリーディングから来てる内容ではあるんですけどね。これ生徒さん用。カウントします。ワン、ツー、スリー、ツー。はい、よし、多分大丈夫だったと思う。じゃあこれを限定公開でアップしといて、カルテに入れましょうね。結構テンポ早いよねこれ。サイトリーディングでこのテンポって言ったら結構ドキドキするテンポですよ。まあ何度も練習して、これは上手に、で2人のパートがちゃんとこうね、重なってうまくいい感じになってるやつを撮影しましょうっていう目標に途中から変わったんで、はい、しっかり練習をこれ重ねてきてるから、いきなりこのテンポで読みましょうとかっていうことをやってるわけじゃないです。全然もっとゆっくりのテンポから読むやつはやってますし、もっと簡単な内容をやってます。これ主線の方が多分難しいかな。自分のパートの方が楽かもしれないですね。
誰かと一緒にしかも違うパートをこうやってるっていうのがね、あのこの譜面を読む練習はサイトリーディングはね楽しいんですよね。まあ同じフレーズをねこう弾いてるのも楽しいけど、相手のパートがこう聞こえてきた時に、あこんな風に混じってこんな風に重なってんだなみたいなのがね楽しいわけですよ。で自分のとこだけじゃなくて、こう相手の段もこう少し見ながら聞きながらみたいな、あここで合ってるよなみたいな感じでやっていく感じがね楽しいんです。だから朝練ももしかしたら上級コースみたいに、ノリさんみたいに上級コースを自分を設けて、そっちではこういうデュエットの曲しかやらないとかね、そういうのもありかななんてもう思ってはいますね。今自分がやってるやつではイヤトレと譜読みサイトリーディングって両方やってんだけど、全然簡単な、なんていうか、あの譜読みのやつをねやってますから、このレベルのやつをパッて読みましょうっていうのはね結構ギターの人はきついと思いますよ。あのバイオリンとかもちろんね、管楽器の人とかはそういう風にね、ピアノもそうだけど、もともとそういう風にスタートしてるんだけど、ギターってそういう風にスタートしない楽器なんで、これはもうしょうがないんだけど、超弾けるようになってから、読むの初めましてみたいな感じなんですよね、不思議なことに。はい、本日のレッスンも終わりました。お疲れ様でした。ちょっとね最後のレッスンが少し長くなっちゃいまして、真っ暗です。でまだね今日一歩も外出てなかったんで、とりあえずウォーキングに出てきました。でしかも明日の Vlog の編集がまだ終わってないです。あの朝手つけて以来触ってないです。まあ大体終わってるけどね、後半残ってんだよね。でもね一旦さ、ずっと引きこもってたわけだから、一旦外出ますよ。でこのウォーキングの間にですね、イズマティックの他の人のパートもね、どうやらこうジェフがまとめたやつの、MP3 が、共有されたんで、はい、それをちょっとね聞こうかなと思います。今のところ自分のパートとジェフのパートと、ね、曲によってはマイクが入ってるみたいな、でも曲によってはあの打ち込みのドラムだったりとかだったんで、アルバートのパートとかね入ってるやつとか、ちょっとその辺も聞きながらですね、まあ、現段階でどういう状況なのかっていうのをね把握するためにも、それ聞きながらちょっとウォーキング行きたいと思います。真っ暗ですね。はい、結構ね、聞きました。まだまだ全然終わんないです。これ作業いっぱい残ってますね。これ、どうやらジェフは今月の18日に東京に戻ってくるって言ってたかな。ちょっとそのタイミングで一旦打ち合わせというか、相談しようかなと思いますね。で6月になってからは、リハーサルが始まります。でそのリハーサルはですね、おそらくライブのためのリハーサルだと思います。6月の20日にね、At the Dickens で一応予定はしてるんです。まあどうなるか分かんないけどね、まあ、そのスタジオに持ってくまでにやんなきゃいけない作業がねまだまだ残っている気がします。これはでもちろん自分のギターソロもさまだ終わってないんでやんなきゃいけないんだけど、そのギターソロの後ろで鳴ってる伴奏の方も足りてないんで、先にもうギターソロそういうのなしで入れるべきなのかとか、まあ、帰ってくるまでにねジェフが頑張って一人で少しギターソロをやってみようかなとも思いますけどね。はい、戻ってね明日の Vlog の仕上げをねやっていきます。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。